ギニア生姜ギニア生姜とは、生姜科の植物メレグエッタの種子を乾燥させた、香辛料。メルクエッパ、メレゲッタペパー、ギニアグレインズ、グレインズ・オブ・パラダイスなど、複数の別名がある。原産地はギニア、西アフリカ地方。種子に0.75%の精油が含まれ、お湯気の檻由来のカルダモンと似た香りがする。胡椒に似た、ピリッとした、辛さを持ち。 西アフリカでは、古生と同じ使い方をする。ギニア生涯は中世ヨーロッパでは、大航海時代以前から知られており、13世紀のフランスのグルバラ物語にも登場する。ギニアに通じるカイロが発見されるまでは、サハラ公益の取引品目の一つとして、対象を仕立てて、高値で取引されていた。15世紀にポルトガル王国が西アフリカ湾岸を支配し、 ギニア生姜の積み出しが盛んに行われるようになると、積み出し校であるセス川近辺は故障海岸と呼ばれるようになった。中世ヨーロッパの体液病理説の医学分類では、厚く湿ったスパイスとされ、競争飲料の香辛料入りワイン、ヒポクラスのレシピにも含まれている。ヨーロッパでは、ルネザンス以後、黒胡椒との競争に破れ一旦衰退したが、 18世紀以降に息を吹き返した。第二次世界大戦中にアジア産胡椒の輸入が途絶えた時、ギニア生姜が代替品として活用された。西アフリカの人々は昔も今もこのスパイスを愛好しており、辛いりしたギニア生姜で味付けした辛いペペスープはギニアの国民的料理の一つである。初期のイギリス人植民者はこのスープをペッパースープと呼び、 本国に持ち帰った。それが、後のペッパーポットの原型となっている。ありがとうございます。